はは。い、なさんんこにち弁理士のモークメナメです。今回は無効資料が存在する理由についてお話しします。はじめに無効資料とは何なのかを説明しましょうか。今画面には特許出願後のいきさつを示しています。特許出願が審査されて拒絶流通値が出ました。出願人がこれに応答して、 特許査定になりましたここで拒絶流通値の中身は何だったのかといいますといくつかの文献が引用されて新規性や進歩性が否定されましたこういうふうに出願にかかる発明の新規性や進歩性を否定する発明が記載されている文献を引用文献といいます具体的には引用文献1とか引用文献2とかいう 番号で呼びますさて出願が特許されて登録になった後その特許に対して他人から無効審判を請求される場合があります無効審判が請求されるとそれが特許庁で審理されてその結論として審決が出ますここで無効審判の請求人は 特許発明の新規性や進歩性を否定しようとするとき証拠を提出しますこの証拠のことを無効資料と言います具体的には「恒第1号証」とか「恒第2号証」とかいう番号で呼びますただ注意すべきなのはこの「無効資料」という言葉は審判請求人がそのように呼んでいるだけであって 特許帳は無効資料といいう言葉を使いませんこの言葉はあくまで特許発明の新規性や進歩性を否定しうる資料を調査する場面とか審判請求書を起案しようとしている場面とかにおいて関係者間での意思疎通で使われるものです。今回の説明では便宜上「無効資料」という言葉を使います。 特許発明の新規性や進歩性を否定し得るものという意味です。そして、もう一つの意味として、審査段階で審査官が引用した引用文献とは別の資料である、という意味があります。まずはこれを認識しましょう。さて、今回の動画のタイトルは、無効資料が存在する理由ですけども、 無効資料が存在するとはどういう意味なのかこれは言い換えると特許発明の新規性や進歩性を否定しうる証拠が存在するということですさらに言い換えると審査官が拒絶流通知で引用しなかった資料が存在するということです ここで問題なのはそういう資料がなぜ存在するのかですあるいはそういう資料を審査官がなぜ引用しなかったのかです皆さんはこれについてどう思いますかでは私の考えを示します 無効資料が存在する理由です審査段階で審査官がなぜそれを引用しなかったのかを考えると想像することができますはじめに無効資料が存在する理由として考えられるのは当然のことですけども審査官がそれを発見できなかったからですこれは十分にあり得る話です では発見できなかった原因は何なのか皆さんは想像がつきますか私が思いつくものとして四つ紹介しますまずは調査範囲の限界ですどういう文献を調査するのかという範囲の問題があります 審査官は特許文献に関しては徹底的に調査すると思いますけども学術論文とかその他の一般文献とかについては調査が手薄だと思います。そして言語の問題もあります現実問題として審査官は日本語と英語の文献は調査できてもそれ以外の外国語の文献までは調査しきれないと思います。 2番目の原因としては、検索キーをうまく思いつけなかったということが挙げられます。要するに、キーワードとか特許分類とかを網羅しきれなかったということです。3番目の原因としては、検索式が不適切だったということが挙げられます。 検索の腕が悪かったということですそして最後の原因として検索でヒットしていたけれども単純にその文献を見落としていたということが挙げ,挙げられますこれは単なる不注意なので何とも言いようがありませんさて 無効資料が存在する理由としてもう一つ考えられることがありますそれはその資料を審査官が発見して読んだけれども引用文献としては採用しなかったということですこれも十分にあり得る話です審査官がその資料を発見して読んだけれども引用文献としては 採用しないこれには理由があるんですけどもどういう理由なのか皆さんは想像がつきますか最もありえそうなのがもっと近い文献を引用文献として採用したということです。審査官は 先行技術調査でヒットした文献のすべてを引用文献として採用するのではなくて数を絞ります通常は出願に係る発明に最も近い発明が記載された文献を採用します出願に係る発明の新規性の判断として発明特定事項の対比をしやすかったそういう理由もあるでしょうし進歩性判断として論理付けが 明快であったそういう何らかの理由をもってその文献を引用するはずです審査官が引用文献として採用しなかったものがその後に無効資料となりえます次に審査官がその資料を採用しなかった理由としてはその発明の理解を誤った という可能性が考えられます理解を誤ったとか解釈を誤ったとかですねさらにはその文献の記載のうち重要な記載を見落としたという可能性が考えられますこんなふうに出願にかかる発明の新規性や辛抱性を否定することができる内容がその文献に記載されていたとしても 審査官がそれを読み取ることができなければ拒絶流通知で引用することはありませんこういう場合にその文献が無効資料となりえますうんこういったことが無効資料が存在する理由です、まあ、ただこういう話を聞いた皆さんはある疑問を感じるかもしれませんね 無効資料が存在する理由を知ったところで、それがなんだというのか、と。それで何、何という、そういう疑問が湧いてきませんか。もう少し先を考えてみましょうか。今、画面に上げているようなことが生じる理由は何だと思いますか。 そして、こういう状況があるということを知った今、皆さんは、これをどういうふうに利用できると思いますかぜひ考えてみてください。こういうことを考えていくと、皆さんが無効資料を調査しようとするときに役に立つと思います。つまり、これらが生じる原因がわかれば、自分が無効資料調査をするときに、 そういう状況に陥らないように注意することができますそして無効資料と思われるものを発見したときに審査官がそれを発見できていたのかどうかを想像してみましょうあるいは審査官がそれを発見できていたとしてどうしてそれを引用しなかったのかを想像してみましょう そういうことに思いを巡らすことによってその資料の無効資料としての有効性の程度を推定することができると思いますさあ今画面で赤い枠で示していることをぜひ考えてみてください私はこれ以上のことは言いませんはい 今回の説明は以上です。ではまた別の動画でお会いしましょう。